それよりプロデューサー聞いて聞いて。プロデューサーは心配性だな。三峰なら平気だって。プロデューサーはアイドルをやる気にさせる天才かもね。受けたご恩はきっちり覚えておりますよ。だからこそ立派になった姿を見せてるわけですから、なんてね。やめて！って、あ、ごめん。慣れてなくてさ。まったく、三峰は猫とかじゃないんですけどね。ねえ、何のつもり？やっぱり、プロデューサーも気になる？大きさ。え？何？どうしたの？怖い！急に触らないでよ、プロデューサー。どうしたの？スキンシップのつもり？あ、三峰も。それ、この子のこと軽んじてない？三峰なんてまだまだなんだけど。どうだか、時期も時期だし、三峰のこと持ち上げようとしたんじゃないの？そういうの、逆に冷めるけど。何？って、な！別に、結構です。